ああ、このカップルもう1年も付き合ってんのか。すげえな。ああ、そうなの？なんで知ってんの？ああ、なんかツイッターに書いてるからさ。いや、俺ちょっと思うねんけどな。そのツイッターに記念日とか書くやつ、正直意味わからんねん。なんで関西弁？いやな、まあちょっと言わせてもらうと、なんかツイッターになんか、記念日です、なんかいろいろありましたが、幸せです、これからも応援よろしくお願いします。芸能人か、お前。いや、芸能人とかって交際の段階であまり報告しないやん。なんかまあこの度結婚することになりました、これはね、俺も芸能人としてはこれはもう絶対必要だと思うんですよ。そういう報告が必要だと思うんですよ。でもなんか見ず知らずの一般貧乏のカップルが今こういうことしてます、交際何ヶ月目です、どうでもよ、重要な。よくなんかツイッターでやってるやん、なんかもう交際して1ヶ月目です、2ヶ月記念日、3ヶ月、4ヶ月、何その寿命数える感じ。え、何、終わる前提なん？何その1ヶ月、2ヶ月が何崖っぷちなん？なんでそんなわざわざみんなに言う必要があるん？フォロワーって一般的に100人、200人、300人ぐらいいると思うねん、まあみんな。で、まあそれもさ、友達っていうのはすごい限られてんねん。だから知り合いとか、まあなんかバイト先の先輩とかもそんぐらいやと思うねんな。で、それで100人、200人、300人。で、その中で、そのカップル、付き合ってる、私たち付き合ってます。で、これぐらい続きました。それ言うのって友達に言ってんの？友達に言ってるよな。だって友達しか知らへんねんから、その交際の話。じゃあ、誰に対しての敬語なの？誰に対しての記念日ですなん？何？上司に対して言ってんの？先輩に対して言ってんの？いや違う違う、周りの応援してくれてる人やろ、だったら大体友達よな。誰に対しての敬語なんじゃ。でな、でな、そのプロフィールにまあよう書くやんな、記念日とかな、プロフィールに書くカップルよくおるな。プロフィールに新巣3月28日。なになに、なんでいきなり英語使い出したん？なになになに、彼氏外人、彼氏外国人ちゃうよな、なんでいきなり新巣とか英語使い出したん？それ絶対意味わからず言うてるやん、何新巣って。で、それな、俺思うねん、絶対みんな意味わかんない子いるやん。新巣ってな、まあそういうなんか記念日とかそういう意味があるのかもしらんけどな、まあ、絶対意味わからず使ってるやつおんねん。だからな、俺が前見たのは綴り間違ってんねん、死ね3月28日。いや、殺害予告やん、そんな。びっくりした。プロフィールの段階で殺害予告、結構早い段階から殺害予告してるやん。何それ、交際してんの、それとも殺してんの。な、もう一つあんねん、もう一つあんねん。俺、そう、もうこれ言っちゃムカつくねんけど。〇〇は俺の彼女。男は絡んでくんなよ。女絡みいらない。新巣3月28日。誰がブスに絡むねん、気色悪っ。何で、俺、そういうのな。まあ、分かってる分かってる。その中でね、綺麗な人もなんかいるとか思うやろ。な、そのブスとは限らないと思うやろ。美男美女がそれ書いてるとこ見たことないねん。美男美女。誰も絡むなとか書かへんねん、普通に。それ書いてるやつ、大体ブス。俺の周りね、大体ブスやねん。で、まあもう一つあんねん。付き合って半年になりました。プリクラ撮ってたらいきなりディズニーのチケット渡されました。幸せすぎ。なんでそれツイッターに書いたの？その幸せすぎ、それ彼氏に言えばいいやん。ディズニーチケットもらって幸せすぎです。それ彼氏に言えばいいやん。だ、例えば、今日は彼氏とディズニー行ってきたよ。わあ、すごい楽しかったな。プリクラ撮ってた時にディズニーチケットいきなり渡された時はびっくりしちゃった。すごく楽しかった。これならわからない。何その、プリクラ撮ってたらいきなりディズニーチケット渡されました。幸せすぎ。その感情ってカップルで共有するもんやん。なんでわざわざその SNS、その嫉妬の嵐が吹き荒れる心の汚い人間のたまり場、ツイッターでそんなこと自慢しようとしたん？そんなみんなが嫉妬するに決まってるやん。まあそれでな、そのリプで、羨ましいとかさ、なんかその、私もこういう彼氏欲しい。言われたいだけやん、絶対。で、そういうやつな、大体な、彼氏側は乗せへんねん。彼女側が乗せんねん、そういうなんか、サプライズとかそういうのって。彼女が好きなのは彼氏ちゃいます。サプライズしてもらってみんなに羨ましがられてる理想のカップル、自分ですよね、絶対。そういうの見てるとヘドが出るんですよ。カップルであることをスター、応援してもらえる存在とか勘違いしすぎや。お前が惚れてるのはチヤホヤされてる自分やねん。な？で、実際ディズニーとかどうでもええねん。どうせディズニーのチケットの写真だけ撮ってな。もう、あとはもうポイや、そんなもん。そ、写真だけ撮ってみんなに羨ましいって言われたいだけやろ。で、ディズニー行かへんかったらええねん、そんな。本当に長く続くカップル、お互いのこと書かへんねん、もうやったるわ。お久しぶりじゃん、お前何やってんの？ああ、ブラブラしてる。お前は？うん、俺もそんな感じ。てかお前さ、彼女いたよね。結構長くない？大体2年半ぐらいかな。長いじゃん、お前。他の女欲しくなったりしないの？いや、仕事しそれどころじゃないし、まあそんな余裕ねえしな。まあぼちぼち幸せにやってるよ。こんぐらいやねん、これが本当に長く続くカップル。なんか多くを語らへんねん、お互いの。なのに、なんかあるたびに、何々された、何々された、すごい嬉しかった、サプライズされた、嬉しかった、みんなに言う必要ある。本当に長く続くカップルって、なんかその二人で愛情で細々とやってんねん。なのになんで大々的になんかツイッターで自慢とかしだすの？それ気色悪。交際って、愛してる人、その時大好きな人とするもんやねん。だからどの交際にも結婚の可能性があんねん。何人付き合っても全然ダメな人、逆に一人でゴールインする人、いっぱいいんねん。で、その永遠に付き添うかもしれないパートナーに対して SNS で、なんとか1年突破しました、なんか最近喧嘩ばっかだけどなんとかやってます、これからもよろしくねって感じで、パー。
失礼極まりないやん。何それ。もう終わる前提の交際なんて最初からすんなよ。その交際という結婚のチュートリアルで遊ぶなよ。お互いが遊びだったらええけど、片方が本気だったらどうすんねん。時間と金の無駄や。なんかごめん。